はい、こんにちは。はい、本日は3月9日土曜日、時刻は14時、お昼2時を回りました。フリーエンジョイコミュニティレディオスタートでございます。よいしょ。はい、声も入ってる、ありがたいね。もう画面にも映ってるしね、ありがてえなー。というわけでね、お送りいたしましょう。はい、パーソナリティ務めますのは FEC 所属タレントの恥ちりかです。よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、ゲストさんであったりリスナーの皆さんとコミュニケーションを取りながら、フリーにエンジョイ、自由に楽しくをモットーに、園芸集団 FEC のイベント情報をお届けする番組となっております。はい、そしてウイラボ沖縄の、はい、真央さん、ひとみさん、お疲れ様でした。今日こっそり去っていくな。よいしょ、そうちょっとだけ、よいしょ、よいしょ飛んじゃおう。 OK、 ありがとうありがとうございます。お気をつけてね。はい、そう、はい、この番組恒例なんです。前番組のウイラブ沖縄さんのね、喜友名ひとみさんともに真央さんがね、いつもキャッキャってやってくださるっていうね、楽しいね、ありがたいよね、こんなして賑やかにね、元気にしてくれるのね。はい、というわけでですね、こちらですね、FM 那覇さんは 78.0MHz で、またツイキャスや YouTube でご視聴の場合は見ることもできるので、画面でね、こうやってヤッホーって手振ったりとかして動いている私たちを見れますので、FM 那覇さんでツイキャスや YouTube の方を検索していただけますと、我々が出てまいります。よろしくお願いいたします。で、メールでご参加の場合は 780@fmnaha.jp、 件名に下に書いておりますね、大文字で FEC と書いて、小文字でレディオ、はい、FECRADIO、 こちらまでお送りください。よろしくお願いいたします。はい、ではね、こちらね、早速ね、もうゲストさんをお呼びしたいなと思っております。はい、もういいよね、いつもね、一言なんか今週何度かだったっすよねとかって言ったりするんですけど、もう今日はそんな時間いらないかなと思って、はい、もう早速わちゃわちゃやっていきたいと思うんで、お呼びしましょう。はい、トリーシャー、アローハー、ヘイリカー、はい、トリーシャーどうも、はじめまして、トリーシャです。よろしくお願いします。おー、Thank you、 ありがたい、今日来てくれてありがとうね。もう現場で生でこの場で入れるのがすごい嬉しいし、うん、リカやっぱりかっこいいね、タクもミキさんもいじりながら喋るって、もうねラジオ DJ の中の DJ よ。本当にめっちゃリスペクト、めちゃめちゃかっこいい、素敵、こんなに褒められた、ね、そして私はなんかハイタでね、ちょっとおたふくかなんかちょっとつまみ食いをほっぺに隠してるなんか リスみたいな状態になってるんだけれどもそうだったのそうだったの、ね、そうなの、ぼこちょっとね、だいぶ引いては来てるんだけれども、うんね、常にみんなにね、つまみ食いしてる、トリーシャみたいな言われて、アメちゃん食べてるみたいな、今歯医者通ってるんですっていうね、そんな状態ですけれども、ツイキャスの方でも ねチェックしてみてください ね、だからね、でも痛いよね、歯はね、きついね、いや、やられた ね頭痛にもつながったりするじゃない、そう、大事大事、歯が命、本当、ね、早速やりだしてる甘甘すぎだね大丈夫大丈夫、ちゃんと治療しに行ってるから大丈夫ありがとういいえ、じゃあ早速ね、トリーシャにね、いろんなお話もね、伺っていきたいなと思うんですけれども、その前にですね、この番組恒例一曲お届けしてから、ゲストさんのコーナーに入りたいなと思っておりますので、早速ね、こちら、BGM なってるんですけど、それではなくて、ちゃんとした一曲をねお届けしたいなと思っております。はい、ではコメントもたくさんありがとうございます、後で読ませていただきますね。はい、では一曲お届けさせてください。こちらですね、ザ・ピーズさんで、やっとハッピー、どうぞ。すご
はい、お届けいたしましたのはザ・ピーズでやっとハッピーでございました。かっこよかった ねとってもね、めちゃめちゃいいね。そう、これあのオリオンリングの玉寄せさんがあの、うん、ザ・ピーズっていうのを知ってますって言って、うんうんうん、そう紹介してくれたんですよ。で聞いてみたらめっちゃいい曲ばっかりで、うんうん、そう、あー確かに玉寄せさん好きそうだなって思ったそうなんですよ、ミスターハッピーだしね。ねえ、ほんとほんとに、はい、ナイスチョイス、ほんとありがとうございますじゃあのその前にあのゲストコーナー行く前にちょっとコメントもね拾わせてくださいと、うんうんうん、はい、はい、タンパンマンさん、ツインクルちゃん、こんにちはと聞きます。こんにちは、こんにちは。画面側から見えてる、カメラの位置が分かんない、全然違うとこにてそう、目の前、目の前そう、トリシャの目の前にあるやつがカメラ、これだ、そうこれこれ、そう指差したこれ、そう、あ見えてる、ありがとうございます。動いてる私たちもちゃんと見てね、はいはい、タンパンマンさんから、多分去年の FEC 旗揚げ記念公演に行った時に綺麗なお姉さんがいてはるなと思ったら、後でその方がトリシャさんって知りましたってよ。うわー、うん、リカちゃんもプレゼント、この人当選者、あプレゼントない、ないプレゼントはね、あの愛でねお届けしたいなと思っております、はい、嬉しい、嬉しいのね、去年ね、うん、旗揚げ30周年記念がちょうどね、そうそう、記念公演が10月にね、うん、10月ね、うん、あってね、自分もね行かせてもらってね、うん、あリカちゃんだ、うん、トリシャさんだ、そう感動の、そう感動の、ね、出会いがありました、ね、本当に、嬉しい、ありがとうございますそうね、そうタンパンマンさん、ネーミングセンス最高ですね、うん、そう本当はなにわのタンパンマンさんなんですよ、お、はい、でよくあの内地の方なんですけど、あの足しげく FEC のライブにも、うん、はい、来てくださっていて、あ本当に、はい、あそっか、じゃあこの、うん、去年の FEC 旗揚げ30周年公演も、はい、それを見に内地から、はい、沖縄まで来てくれた、そう、すごい、ありがたいんですよ、嬉しいね。そう FEC のファンの方々って結構内地にもいらっしゃって、うんうんうん、そう、それであの何かあるたびにライブするたびにあの来てくださったりしてて、めっちゃ感動だね、本当にありがたいですよね、こんなに応援してもらえて FEC さんもね最高っすね、ね、本当にありがとうございます、はい、本当だ、そう大阪からいらっしゃったと、うんうんうん、ピース大きにね、本当にね、そうっすね、このラジオのプレゼントもね何か作りたいですね、よし考えよう、なんかリカ手先器用だしおしゃれだからな、どうかな、何なんかクラゲとかそっち系、クラゲ作る の, のオブジェみたいなそんなイメージわからないけど、うん、私自身クラゲみたいな感じだからねもうふわふわほわほわしてる、癒し系みんなに愛と癒しと優雅なその舞でね魅了してもらって、ほんといつも癒されてるわけ私、ね、そうなのかな、本当に嬉しいよ、あーもうトリシャね、いつも会うとねこんなして褒めてくれるんすよ、照れちゃうのよ褒められられてないからさいや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 、ありがとうねって言うしかできない、ね、そう、いやそんなね、そんなトリシャにね、こちらのコーナーでねちょっといろいろ聞いていきたいなと思ってるんでね、ちょっとねこれ、使わせてもらおう、いきましょう、 FEC ミーミークージー、はい、エフェクトかけてみました、い、はい、いつもやってます覚えたてだから最高、やっぱり使うよね、使うよねはい、そう、このコーナーはですねゲストの方にあのねほりはほりみみぐじって言うんですけど、あのいろんなことを質問していっちゃおうかなっていうコーナーとなってます。私はじちりかがですねいくつか質問を取り者にしていくんで、あの答えられる範囲で答えていただければなと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速1問目いきましょう、はい、1問目って言っといて3つあるんだけどねまずお名前と肩書きと活動歴、お、はい、まず名前がトリシャ、はい、立ちつてとのとで、鳥
鳥は鳥でも飛べない感じあのちょっとあのボディライン的にあのペンギン系かなみたいな鳥にならないのか可愛い鳥医者ですトリシャです、そして肩書きは、FEC ですね、所属枠が一応芸人ではなくってタレント枠なんですけどスタンドアップコメディとかやってて一緒に、ね、現場一緒になるので大体芸人さんかなっていう感じではあります。活動歴っていうのが一応内地の方で日本ではラジオとかをやらせてもらってきたんですけれども、沖縄で実際に活動っていうのが去年のちょうど10月ですね、FEC 畑30周年のそのアニバーサリーのイヤーの時に、所属させてもらって、なのでまだまだ半年も経ってないのかそれくらいです。そっか、そうだね、うんうん、そんなだったんだ。まだまだピヨピヨねえ、なのにいつもリラックスしてるからさ、なんかすごいなんか大型新人とか、 なんか大物新人みたいな、なんかそういう風に言われちゃうんだけど、全然もうひよこのね、もう卵状態ですので、皆様どうぞ育ててください、よろしくお願いします。いやいや、もう孵化はしてると思うよ。孵化はしてるでしょ。孵化はしてるでしょ。そう、ありがとう。そう、あのすごいんだよ、鳥居社、あのキー局2局にね、もうあのピンチヒッターであの MC しに行ったりとか、本当にあの活動がすごい目覚ましくて、わーすげーなー、かっこいいなーって、また声がさ、とっても綺麗でしょ、綺麗なんですよ。そうだから、とってもなんだろうね、あのなんでしょうね、すごいあの深夜のなんか言っちゃうけど、オールナイトニッポンとかあんなの聞いてるようなイメージ。皆さん、そう、優しいな、こんばんは。それ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 、いや、それ全然ちょっとで若干あれだった、私あの、あのうん、あのちょっと今伏せようと思ったんだけど、あの飛行機であの旅行する方のなんかあの番組寄せになってしまった、オールナイトニッポンよりじゃなかったけどっていう、ごめんね、細かいことはええさておき大丈夫大丈夫そうか、そっち方面か、そっち方面に行ってしまったけどねはい、タンパンマンさんから、飛べない鳥、沖縄だからヤンバルクイーンじゃない。おわ、そっか、ね、確かに、ありがとうございます。さすが関西、使わせていただきます、ね、メモメモメモはじじさん、ね、はじじさんとは違う癒しがありますねとも言っていただいてますね。はい、ありがてえ。私はまた癒しって言ってくれてるんだ。そうなの、私癒し枠なんすか。いやー、こんなんで、いやー、もう究極よ。 Yes yes yes、 こんな羊頭なのがなんか妖精っぽい、妖精っぽい、うん、いやそれ昔から言われるんすよ、そう、妖精系なのかな、うんうんうん、じゃあ多分妖精なんだはず ね、 ね、妖精系タレントでいいと思うエルフですやった最高、決まりました決まりましたエルフ担当ですなんのこっちゃって、ヤンバルクイナ担当ですトリカなんだやばいやばいな、面白いですよ、こう思いましてねまたもうツインクルちゃんさん、今年の2月の FEC お笑い劇場で初めてトリーシャさんを生で見ました。トリーシャさんは素敵な方です。わー、ありがとうございます。ツインクルちゃんさんね、いつも来てくれてありがとう ね、 ね、本当にありがとうございます。 Thank you so much。 本当ね、あのやっとこう、私もずっと見に行きたいっていう思いもあって、でもなかなかね、場所の移動がね、自分運転免許ないんですよ、なかなか難しかったりしてだったんですけど、今回ね、あの、もこもこもとしさんの特別企画でちょっと出させてもらって、ね、あれよかった、楽しかったね、すごい楽しかったですし、やっぱり劇場っていうあの設定の中で、ね、一緒にこのライブステージを、自分は袖からなんですけど、一緒にでもオーディエンスの皆さんの笑いとかで、やっぱりライブもやっぱりツーウェイじゃないですか、オーディエンスの反応もあと、まあ演者からの投げかけに対して、ね、オーディエンスがみんなが笑ったりなんかわーとかなったりで、それを受けてのもうぐるぐるっていうのが、それともやっぱりすごい楽しいし、ねえ、 FEC パワーもう炸裂だからね、みんなが笑顔で幸せになってね、本当に、ね、ありがとうって言われてね、お帰りになられるお客様の ね帰る姿を見て、もうすごいハッピーになれた。そう、本当にみんな笑顔でね、帰られるんですよ、お客さんたち、ね、そうだ、それで、あ、よかったって、芸人さんたちやっぱすごいなって思いながら、そう、私も裏方やったりしてるんですけどね、そうそう、でそこで私にも声かけてくださる方々も、なんて優しいんだろうって思いながら、そう、ありがとう
うございますっていう感じで。ラブいっぱいだよね。ね、本当にね。もうこれが一番いいと思う。うん、一番いい形だと思う。いいね、うん、そう、うんうん。はい。では次行きましょうね。はい。はい、FEC に入ろうと思ったきっかけってあります？わあ、これはですね、うん、まだこの事務所 FEC 所属前に、うん、自分がドレッドヘアで外資系 OL を沖縄でやってたんですけれども結構パワーワード来たぞ。そうそうそうドレッドのクラゲの仲間っぽい感じでやっぱり仲間系だった ね職種の方ねこっちので、そんなんやってた時に、まあ、たまたまちょっとねご縁がありまして、スタンドアップコメディやってみろっていうことをね、うん、ウーマンラッシュの村本さんからの声かけで、そこから月1で、うんうん、タマライブって先ほどお話し出ましたオリオンリーグ玉安さんのライブに月1で自分が演者として右も左も分からない状態でやらせてもらうってやってた時に、うん、ちょうど次からちょっとゲストを呼ぼうと思うんだよねって、その時は沖縄吉本の芸人さんたちだけでやってたから、うんうん、あ、そうなんだ。プラス謎のドレッドヘアの外資系 OL みたいな誰やねんみたいな女一人いるけどみたいな状態だった中で、うん、その時に来てくれたのが具志堅正志ですね。具志堅店長ね、弟さんですね。でそう、私のね弟。いや似てるわけこれ自分たちももう認めますみたいな似てる？もう弟で、それで一発目同じ現場で翌月もまたね雅史さんたちが出るってなった時に、うん、次の2回目の時ご一緒した時にやった時に、具志堅雅史さんが「トリシャ FEC どう？お」って言ってくれたのって。あらららら、ってなって、そんななんていうの、まあ、スタンドアップやるとかそもそも考えてなかったし、事務所所属とかも何にも考えないでやってたから、うん、って思って、それはどういうことなんだろうって思っていたら、ちょうどこの時に FEC のね、うん、ファウンダーの一人であります友治さんのね、うんうん、友治さんごめんなさい、たつきさんの、ね、うん、ドキュメンタリー、まあ、ファニーズですよね、映画上映されますってなって、うん、あ、気になる事務所のことと沖縄の笑いの歴史が全部まるっと分かるドキュメンタリー映画、このタイミングで上映って、なんて私はラッキーなんでしょうってこの、ね、こちらをご覧くださいみたいなもんじゃないですか。確かに。それで見に行っても感銘を受けて、やっぱりたつきさんのこの愛、うん、人への思い、人のつながり、義理と人情みたいな、自分が大切にしてるとこドンピシャ一緒で、うん、お金メインじゃないよ、まず人と人だよ、つながりだよ、コミュニティだよって、ここに感銘を受けて、うん、わーって思ってたら、その後にごめんね長いね話ね私ね、全然全然全然、これが皆様ハワイアンタイムでございます、うちのタイム上回ります超えちゃったその後にもさ、いやにしても自分は今まで内地にいた時はフリーランスで活動してたから、いやどうなのかなって、でもまだまだ知らない沖縄という土地だしって思ってた中で、那覇の方でね FEC の OB、うん、OG 会、あー、ね、あったね、 OB 会ライブがあったの、うん、で行かせてもらって見に行って、やっぱ感動したんですよ、うん、このね、いろんなみんな思いがあって夢を描いてこういう世界に飛び込んでくる、でもその中でみんないろんなそれぞれのストーリーがあって、ちょっとそこかの世界から一回離れなきゃいけない人たちもいたりする、そうだ、ね、やめるっていう、それを辛い選択肢もあったりとかいろいろあるけれども、だからといってその笑いが嫌いなわけじゃなくて、うん、パフォーマンスすることが嫌いじゃなくないね、うん、なったわけじゃないからって、そういう仲間たちにもやっぱり声をかけて、うん、そういう風に今も続けていけれる FEC のファミリーだよっていうその姿勢で、うん、もうやっぱ感動して、うん、だからもうファニーズのドキュメンタリー映画もありますけれども、やっぱこの OB 会 OG 会を作っている事務所だっていうのところに、うん、やっぱりこれってやっぱりそのたつきさんの思いも皆さんの思いが続いていて、うん、あ、私が所属するのはそういうところに所属したいって思って、うん、お願いしますっていう状態でお話を、ちょっと所属ってどういうことなんでしょうかっていうので、ちょっとね、うん、事務所の方にお邪魔させてもらってお話を進めていって、あ、やっぱりこれはね、うん、業務提供とかじゃなくて完全に所属だってことで、うん、はい、一番末っ子の
何女に私はなるのかわからないんですけれどもでも私のね後にもね所属された方もねたくさんいるからどんどんこのね素敵なファミリーがどんどん大きくなっていって本当に、ね、そう本当にいいところにねある意味突げたなみたいなの感覚と同じかもいいとこでよかったってすごい思ってます、うんうん、確かにそうそうだよね私も所属した時にやっぱ怖いのかなって身構えちゃうじゃないそう、うんうん、事務所に所属って、うんうんうん、看板背負わなきゃならないっていうのもあったんだけど、うんうん、いざ入ってみたらすっごいあの本当のいい意味でのアットホームな、うんね、そう組織だったから団体だったから、うん、もうなんかすごいねあのもちろん上下関係はあるけれども先輩後輩のこのやり取りがすっごい優しい本当にあの、うん、兄弟みたいな yes, yes. ね本当にあ一つの家族の形なんだなって思うような、うん、そういう事務所なんで、うん、FEC って、うん、そうだからあの私もあの先輩だけれどもあのタメ口をね使わせてもらえる先輩方がいらっしゃったりしてそれですっごいありがたくって、うん、そうだからやっぱりあ私にはここがしっくりくるなっていうのを感じた感じ間違いないねそして、ね、タンパンマンさんがね、うん、FEC ファンもいいでしょもう間違いないですよ間違いないよみんななんでこんな優しいのって思う、ね、本当に本当に本当ねねねえってねえってなんやねんってみんな思ってるよねいやねえって言っちゃった本当にみんなのねたくさんの返す言葉なかったごめんあたうあたたかお二人でしかもシンクロしていやさすが ね, ねあのクラゲとドレッドペアです今はドレッドじゃないけど ね, ねそうそうねえ本当にありがたいことです、ね、ありがとうございますい本当ありがとうございます、うんはいではそんなトリーシャなんだけれども、うん、あのトリーシャの活動の中で、うん、あのこれ PR したいなって思うこととかありがとうございます今レギュラーで一応決まっているものが去年の1月からずっとやらせてもらっているのがオリオンリーグの玉寄せ素直さんの玉ライブというですね、うん、スタンドアップコメディです、うんスタンドアップコメディの、イベントに出させていただいてまして、これがですねカレー屋たけちゃんって那覇の、壺屋にありますすっごいもうね、うん、もう神レベルでもうバランスを取れたスパイスカレーのすっごい美味しいお店で、うん、あのカレーももちろんオーダーもできるしお酒もね、うん、途中で自分で本当買いながらもうゆったりと楽しむような、うんスタンドアップのイベントをやらせてもらってましてで今月は3月11日あさって月曜日なんですけれども、うん、ありがたいことに一応ですねあの今ソールドアウト、ね、おかげさまでありがとうございます完売、うん、御礼となっております、ね、ありがとうございますあとはあのもしかしたらキャンセル待ちだったり立ち見も行けるかもしれませんので、うんうん、もし気になる方がいらっしゃいましたらねカレー屋たけちゃんの方にもチェックしていただきたくてですね、出演の方がですねオリオンリーグの玉寄さんです玉寄さんの冠イベントです、うん、あとは同じく、沖縄吉本の、所属の太郎かなりね毒舌だわけもうねこの太郎ちゃんはね本当にいやもう業界のもちろん先輩なんですけど愛を持って太郎ちゃんってもうでもちゃん付けもできないぐらいもう本当にひどすぎみたいな最低みたいなみんながギャーって笑うようなネタを持ってきてでもこの最低とかギャーとかねもう言っている中ででもなんていうの全く分からなくもない、うん、この角度だったり感情みんなが持ってたりちょっとわじわじするなとかあってそうそうそうでも言っちゃいけないみたいになってることを全部代弁してくれるような、うんうん、結構毒舌系なね、うんまあ、大きなのね、吉本の太郎ちゃんもいましてで、我らが FEC からですね、知念田新一郎さん水中マンマ、うん、そして先ほどからもお話出てますわさびの、具志堅正志さんも出ます、うんはい、あとねカレー屋たけちゃんのたけちゃんもスタンドアップするしリーカも、うんね、オープンマイクでね参戦しますのではいします、ねはい、もしチケットねゲットされた方で、ね、この放送聞いてる方がいらっしゃいました、うん、明後日一緒に一杯笑って、ね、一杯食べてカレー私2杯食べるかなおすごいぜひぜひおすすめです、ねね、本当もうそうあとねマサラチャイっていうドリンクがめちゃくちゃ美味しいから、yes. そういうのもあったら飲んでほしいっす ね, ねもう本当とね、もう全部が美味しいとっても美味しくって、うん、楽しくって笑えてもしかしたら普段の自分の生活の中で、うん、学校だったり職場だったりで出会うことができない仲間が、うん、
と出会える場、本当に本当に、うん、なんかでもなんかすごいいい感じの距離感でもあるし、うん、なんかみんながもうね本当にがっちり仲良し恋良ししましょうってわけじゃなくて自然となんかそうなっていってて、うん、だから結構ねお一人様のお客様も ねほとんどが結構お一人様だったりする。でもだんだんそこで顔見知りになって、そうそう、ああどう思うぐらいな感じな関係になってっていう、ちょっとみんなのねこのサードスペースじゃなくて、なんて言うんだろう、うん、そういうのなんかまた新たなそういう居場所みたいにもなるから、ね、スタンダップコメディぜひお引きなわから盛り上げていきたいっていうのもありますので、うんね、スタンダップコメディ自体をね、応援していただければと思います、うん、よろしくお願いいたします、本当にそうツインクルちゃんさんがタマライブ人気なのかなってめちゃくちゃ人気なんですよ。ですね、そう毎回こうポンって SNS であのこれありますよって発信すると結構すぐにあの完売御礼に ねそうソールドアウトになっちゃって、そうだ結構早めのご予約が、ね、おすすめっす。そう今回も日程決まったってなって、決まったねって言ってそれぞれの演者さんにパッと言っただけで、うん、もうあれって残り6席かもみたいになってたえちょっと待ってみたいな、そうまだフライヤーできてないよねみたいなそうどう紹介すればいいんだみたいな、そうそうみんなももう次も予約するってなってくれてるから、そうそうそうすごい嬉しいことだよね。ね、本当に新たなファミリーが ね FEC ファミリーもそうだし、どんどん広まって、ね、お笑いのね、yes、お笑いのねハッピーバイブスが、ねねまあ、我々タレントなんだけどもねっていうほらいいのよっていう、ね、そう楽しければもう OK って思って、もう自由人だから ね そういう意味では私とリーカはこの自由人枠で、うん、やっぱりこれ友治さんに社長に作ってもらいましょう枠。そうだ ねスポーツアスリートみたいなね、うん、キッズ部門の下でもいいか、ね、キッズ部門自由人そうマジジリカトリーシャいいなそれやってもらいたいね。どんどん多分みんなもあ俺も自由人分野がいいなって、ね、いいな、そしたらもうオフィシャルで職業自由人とかね、かけるフリーにやってます楽しくね。本日は那覇市在住自由人のトリーシャさんを迎えてみたいなおってなるかもしれないけど、あの詳しくはホームページ見てねっていうそう言えるからね、ねちょっと友治さんチェックしてくれてたらね、ぜひ社長お願いします、ね、よろしくお願いいたします、うん、これあのアーカイブも残るんで後で社長に送りましょうかねナムナムよろしくお願いします、よろしくお願いします友治社長、そうそうそういきなり2人で声がちょっと、ね、お願いモードになるだからさそうあれですね、タンパーマンさんが自由人じゃなくってあの自分の字に遊ぶに人で自由人、わめっちゃいい、それだね、それですね、あ社長、うん、決まりました、決まりました、うん、あの友達社長決まりました、はい、あの遊ぶの方の自由人です、はい、自由人枠入らせ、ね、作ってくださいお願いしますマネージャーさんにも相談させてもらいます、できました勝手にね勝手にねねえどうなってるからこの先のねやっぱり、うん、フリーエンジョイコミュニティレディオを聞いていただければ、ね、ここでいち早くこれをね、うん、速報で出したい ねその時にリーカーのなんか速報のトゥ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 みたいななんかさ、ね、音源ね SE さ用意しといてさだからさもうそうそうそうがっちり言ってみよう、ね、FM 那覇さんにすいませんこれはあの音源追加でお願いしますって送らんとなんやねんと思ったら ね自由人決まりました。オッケーよかった。もうクラゲの私はねあのクラゲのようにふわふわっと生きるのがモットーなんでね。わあ、そう素晴らしい。そうクラゲだったりなんか風船だったりみたいな。わあいいね、そうそう、うん。楽しい方にふわっといっちゃうっていう。最高。私も結構自分の身をこう流れにも任せて生きてきて、うん、今この状態にあるんだけど、うん、でも感覚としては結構人間かも。うんうん。アリカも人間か、うんうん、エルフだけどエルフなんだけど、うん、そうでもそう常にでもなんかでも水っぽい感じかな動きとしては流れに、うんね、流動的な感じよね、空とか空気とかなんていうのこの風とかの流れってよりかは、うん、ね水の流れっていう感じかな、わ、うん、かる自分もそんな感じ、うんうん、同じ感じ こっから水に限らず、うん、もう空も陸を流れるようにはちょっとどういうかごめんね自分で言い出しっぺでよくわからないんだけども大丈夫大丈夫よ自由自在に、うん、だって自由人ですからね、ね、うん、そしてあのケイシーさん、
あいや、ケイシーさん、謎解き、謎かけ、謎かき、ごめん、謎かきだった、謎解きは違うんですよ。そう謎かけ名人のケイシーさんがお昼休み中っていうことで遊びに来てくれました、ありがとうございます、ケイシーさん。この謎、あれ分かんなくなっちゃった、謎かけ、かけ、うん、すごいね、脳みそどうなってるんだろうっていつも、本当になんであんなに早くね、その心はが出てくるのかなって、うんうんうん、一回この善次郎さんとの一緒の現場でねの時にご一緒ねさせてもらうっていう機会をねケイシーさんにいただきまして、ありがたいことに、で善次郎さんとも一緒にみんなでこの、あのケイシーさんの脳内がこうどうなってるのかっていうのを3人でケイシーさんと一緒に善次郎さんと話をして、本当もうパカッて開けて見てみたいっていう、そうすごいよね、本当にね、すごいスキル、本当にだ、もしあのいろんなライブにもケイシーさんの出演されてらっしゃるので、あの本当にあのお客さん巻き込み方でね、うん、そうやってくださるんですよ、うん、ケイシーさん、うん、はい、何かお題くださいって言って、ですぐにパッても本当に、うん、10秒足らずぐらいとか本当にザラなんで、あの皆さんぜひね、あのケイシーさんがいらっしゃるライブ行きましたらば、ぜひケイシーさんのそのお題に乗っちゃってくださいね、はい、本当に結構本当さ、なんかポンポンポンって簡単に、まあ、もちろんたまには時にはさ、なんか古畑任三郎みたいにうんってなる時もあるけれども基本はポンポンポンって言うから、あ、うん、なんか簡単にできる感じなのかなと思って、うん、本人が言われたお題で自分も考え、もう出てこないもんね、全然出てこない、うん、すごいすごいことだよね、ケイシーさん、ありがとうございます、リスペクトね、ありがたい、てか読んでそもそも誘われない、ね、涙、ぜひなんか企画してねお呼びしましょうよ、KC 会ね、KC 会とか、そう FEC の芸人さんたちも巻き込んで何かやりたいな、うんうんうん、いい ね、そう FM 那覇さんちょうどね、あのスペースもあるので、確かにそうなんですよ、ありがたいことにいいね、これは内地からの皆さんもぜひ集合 ね、そうかけますのでよろしくお願いします、やるってよって言って言いますんでよろしくお願いしますね、はい、ね、じゃあ次いきましょうね、うん、最近ハマってる楽しいことある？なんかね、これを質問でパッて今連想したのが、うん、あのそのアクション自体がすぐ直結楽しいには、うん、あのなんて言うんだろう、つながらないというかバイプロダクト、その結果として、うんうん、あの楽しくなるっていうことで、あの最近のハマってるのが、ま、あの、ま、最近ですね、うん、あの結婚しまして、ありがとうございますと言いますか、あのこの後あの届けで出すんですけれども、ね、めでたすぎる、そのさえなるパートナーと一緒に、あの何でもやっぱり話していこう、やっぱり話さないとお互い分からないからっていうところで、うんうん、自分たちにとってはたまたまだったんですけれども、たまたまそのなんかどっちか多分っていうか、まあ 100% 私ですね、なんかあってうって思ったことがあって、それに対して話すっていうのをたまたま通りかかった公園の中で話をしてたんです。じゃあベンチもあるし、じゃあちょっと座って話そうよって言って、この自然の環境の中でね、大地のまあ靴履いてるけど若干ねちょプチアーシングみたいな状態で木にも囲まれながら解放していって、話を全部して聞いてもらった後に、そういうことだったんでねってなって、で旦那さんもその後からこの自分の意見を聞いて、あの意見を述べてくれて、シェアしてくれて、自分もあ、なるほどそういうことだったんだねって、お互いのスタンスを理解した上で、で自分たちの今持ってるその知識だったりね、いろんなノウハウの中で何が引っ張ってこれるかなっていうのを二人で話し合って、で根本的なコアのこれは問題がどこにあるのかって、でコアの部分のことが分かったらもう解決じゃないですか。だからそれに対してあのうじうじ引っ張る必要ないし、日本結構こういうところうじうじ系が多いのかなと思って、結構ちょっと多いハワイとかはね、なんかあって親と子供の関係もそうなんだけど、うん、もうどういうパートナーの関係でも、でも解決したのはもうそれ終わり、うん、なんかもう終わりなしでも通常運行に戻るっていう、そのスピードはね、あの、うん、大和タイムより悪いけど早いよそこはハワイちょっと他はちょっと遅いかもしれないけどさっていうぐらいで、それがねすごい気持ちいいわけ。でも日本の人とかから見るとこれは、うん、びっくり、なんでそんなになれるのって、いや逆にそうじゃないといけないじゃん、もう解決したんだから、ね、なんでわざわざそこにっていうのがあって、うん、気がつけば自分たちはちょっと話し込む、なんか話したいねってなったら公園行こうって
っていう風になってるの。で全部話してリセットして、なんなら帰りちょっとアイスでも買って帰るみたいな感じで、うんうん、なんか家着いた時はもう完全リフレッシュしてるんだよね、うん、で、ね、そのままなんかその予定をねしたりとか、まあ寝るとかでもいいしっていうので、もう全然家に到着した時が違うから、これがすごいハマってて、うん、で結果としてすぐだから楽しい時間が来るわけ、うんうん、だから元々としてはね、ちょっと傷ついたりとか悲しかったり寂しかったりってだったことだったんだけど、うん、結果としてもう全部問題解決、うん、この先にもルーツの根本的な根源のとこ話せてるから、うんうん、同じようなお題にお互い引っかかんないはずって、もうこれクリア、ね、もう楽勝楽勝みたいな、素晴らしい、本当素晴らしい、もう暗算でも計算できるぜ系の、うんうんうん、あの問題になってくるから、ノープロもう目閉じてもパチパチそろばん弾けますみたいな感じでできるから、うんうん、だからもう何も心配することない、逆に一問ねもう簡単クリアできるのできて、やっしゃやったぜっていう風になれて楽しくなるから、うん、なんかぜひこの先なんかね、愛する人、それはパートナーだったり、ね、家族だったりもそうだし、うん、話し合いするときよかったら皆さん公園利用してみるのはいかがでしょうか、うん、いいはず、ね、うん、で根本的なルーツのところ、コアにあるところを分かったら、あとはもうすっきり OK 分かったね、よかったね、うん、よし通常運行それが一番理想なんだよね、うん、本当にだちゃんとあの根っこからの話し合いができない限り、あのちゃんとあの自分たちの関係性ってちゃんと築けていけないよなっていうのはすごいつどつど思っていて、うんうん、そうだからなんだろうな、で特にやっぱ日本だからなのかわからないけど、やっぱりこうでもでもだってとか、うん、そうでも自分の気持ちに意固地になっちゃうっていうタイプの人がまあまあ多いかなって印象があって、うんうんうん、そうだから一番の話し合い、ちゃんとお互いに根っこから話し合いをして解決していって、お互いにリラックスできるっていう関係が一番素敵だと思う、うん、ね、間違いないよ、ね、やっぱりさ、うん、起きちゃったこととか過去のことっていうのなんていうんだろう、許すことはできても忘れることって難しかったりするけれども、その、うんうん、未来だったり今の自分がその過去のことに対して新たなそのポジティブを見出せることができたらさ、うん、ね、忘れることができなくても、あのおかげでこういう気づきができてより関係性深まったよねとか、結果して、うん、あれがなかったら今はないんだって思える風になると思うから、うん、やっぱり後出しじゃんけんみたいにさ、はっきり全部言ってなかったのに、うん、だってあの時こうだったじゃないとか言われてもさ、そう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 、それね、ね、でも私だってそういう風に思っちゃう時もあるし、みんな人間だもの、うん、っていうのがあるからさ、うん、でもそれをできるだけなくして、うん、もう最初にもう全部もうすっきりする、もう海は全部出しておかないとまた可能するからさ、うん、本当にそうだから出し切る、それを公園でちょっと出し切らせていただきまして、うん、でやっぱりこの木々の自然の力がそれをねちょっと浄化してくれるから、自分家には持ち込まないっていうね、うん、ぜひぜひ、ね、公園の有効活用、ねね、しましょう皆さん、自然の中でね、ね、素敵、本当にそれがめっちゃハマってることです、うん、いいハマり方してると思う、ありがとう、本当に私もそういうのが一番理想だなって思うもん、本当に、ね、結構普段から自分自身一人で公園行くのも好きだし、お友達とも公園行くのとか好き、うん、なんか結構みんなに、トリシャなんかライフスタイルおばあだよねみたいな言われるんだけど朝ウォーキングしにみたいな、知恵の子ですよ、やっぱりいいことを皆さん分かってらっしゃる、ね、そう、自然の中にね、おばあで上等よ本当よそう、タンパンマンさんから、うん、今日の放送いつも以上にめっちゃためになりますね、ごめんなんか、いえいえ、でおすすめの公園ありますかって、わあ、私ね、あの結構ね、もっといっぱいこう開拓をしていきたいんだけれども、うん、大野山公園、大野山公園のあの竜の滑り台の後ろの網ネットのところ、うん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 、網なんかね、ハンモックみたいな網になってる遊具があって、あるね、そう、うん、ちょっと夕方ぐらいに行くと中学生とかがなんかあのスイッチとか持ってなんかハンモックカフェみたいになってるんだけど、うん
あ、これなんか未来のお家理想だなと思って、ね、そう、そこでねちょっと次は本持って、うんね、ハンモックタイムにしようかなと思って、そこが結構 ね、今ちょっと気に入ってるスポットです、うん、おですって、ぜひあの政治巡りしてくださいぜひ ね、本当ね遊具もぜひ遊んで、大人だから遊んじゃダメは、うん、まあ、体重制限とかの、ね、もの以外は、うんね、大丈夫だから大体大人もがっつり遊ぶっていうところは ね、子供と一緒にいいと思うので、うん、ね、本当に本当に ね、あ、そう、ぜひね沖縄に来た時に行ってみてください、うんうん、タンパンモノレールでもすぐ行けるので本当に、うん、はい、おすすめです、おすすめです、はい、というわけでですね、こちらあの FEC ミーミークジーのコーナーでございました。ありがとうございます。 Thank you、 はい、ごめん、めっちゃ喋ったね。いいんだよ大丈夫、これ私もマイクとか切ってないからね、このままジングルと一緒にね、 BGM と一緒に流してるから大丈夫よ。かっけー。もういや、それぐらいフリーエンジョイの方がいいじゃない、うん、だしやっぱりこのロックの BG にはやっぱりロックで乗せなきゃだよね。ね、ほんと大事大事ただ決してあの面倒くさかったとかそういう意味ではございません、はい、いや大事、信じて、ほんと私も最近気をつけてるのが、気をつけてるっていうか、うん、意識変えようと思ったのが、なんか間違えてこうリビングスペースでさ、うたた寝が気がついたら、あ、やべ、もう朝なんか4時5時になっちゃうみたいなあとちょっとしかお布団で寝れないじゃんってなった時に、うん、罪悪感感じるんだけど、うん、別にリビングで寝ちゃダメルールなんてないじゃん。ないないない。だから罪悪感そこで感じることなくて、うん、あ、リビングでも心地よく過ごせたなって、あとまあ残りの時間はじゃあちょっともうちょっとゆっくり、うん、ね、疲れ取れる、じゃあお布団でちゃんと寝ましょうかでいいなって、この罪悪感をなぜあえて自分に与えてたんだろうっていうことを最近気づいて、ね、うん、いいこと、結果往来、ね、ね、決めつける必要はないんだってね、うん、どんどんめっちゃフリーでエンジョイしております。そうそう、ね、FEC 所属のおかげ、ね、本当にね本当Thank you, FEC。 そう、ね、フリーにエンジョイってめちゃくちゃいい言葉だなって本当に思います、はい、はい、そうさ、そしてあの広報の時間大丈夫、頑張れと言われるんですが、大丈夫です、私が読み上げさせていただきます。というわけでこのコーナー、じゃじゃん、あ、違うか、クイズ、うん、大丈夫だよ大喜利いきますよ、 FEC 広報部、はい、というわけで、はい、無駄にエフェクト使って言いましたありがとうございます。めっちゃいい、はい、というわけで、ね、今月中に行われます FEC 関連のイベント情報等々告知するコーナーです。で、あの最初にゲストさんからお願いしたいなと思っていたんですが、さっきすごいしっかりね、あの出演者さんからあの何から言ってくださったんで、もうここはあのまた私のこのこの、ね、台本の中に書かれてるね、これね、そう、これの中から読み上げさせていただきます。よろしくお願いいたします、うん、行くよみんな、ついてきなかっけはい、行きます。3月10日日曜日、第34回名護市福祉祭りが名護市民会館中庭および中ホールの方にてございます。こちらの方でですね、夕方の4時10分頃ですね、ゴエクエーショービズ中澤健太が出演いたしますので、よろしくお願いいたします。はい、また16時まではですね、防災関連のワークショップも行っておりますので、まあ、行っておりますので、あのファミリーでぜひね行ってみてください。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、3月11日月曜日、タマライブボル8がございます。こちらがつぶやにございますカレー屋たけちゃんにて行われます。はい、会場が夕方6時、開演が夜7時半となっておりまして、チケット1000円プラスワンドリンクとなっております。で、また3月はですね、200円の割引券付きということで、詳細は店頭で、はい、どんななってるのって聞いてください、お願いいたします。出演がオリオンリーグ玉寄せさん、太郎さんで、 FEC からは知念田新一郎、スインチュマーマ、わさび具志堅、トリシャとなっております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、そうしまして、3月の16日土曜日、大喜利シャンプルーが坪屋演劇場かすねの方にてございます。こちらがですね、あの14時から21時50分までというすっごいイベントになっているんですが、うん、あの、なんだ、1,2,3,4 4つのコーナーに分かれてるんですね。はい、お題をその場で作る大喜利ライブダイヤモンド、続いて大喜利の回答を質問で当てろ大喜利アーキネイター、はい、続いて一番楽しそうに大喜利をしたタックの勝ち、タック楽しんどまん勝ちリーグ、続いて、
R18 大喜利ガチトーナメントダーティージョーカーという、4部構成になっております。こちら投資券の方が5000円となっておりまして、その4つのうちの1つ各イベントごとに1500円となっております。はい、こちらにですね、16時から、17時20分、4時から5時20分までですね、大喜利アキネイターの方に塚山千恵が出演いたします。また夜の8時半から、9時50分までのこのダーティージョーカー R18 ですね、はい、こちらの方に、中地が出演いたしますので、ぜひ皆さんあの投資券買ってね、あの丸一日大喜利関係のライブを楽しんでください。よろしくお願いいたします。いいね、もう一日終わったら、はい、腹筋割れてそうね。本当にもう投資で言ったら本当にあの心顔の筋肉がピリピリします。はい、そうですね、はい、そう、続いて超大事なやつですね、これね、はい、3月の17日日曜日 FEC お笑い劇場、こちらがハイバル文化センターにて行われます。会場がお昼の3時、開演がお昼の3時半となっております。チケットは大人1000円、高校生以下は500円となっております。問い合わせ先は FEC オフィス098-869-9505、 098-869-9505 の方までお問い合わせください。またあの各ですね、あの芸人さんの SNS のダイレクトメッセージなどでもあの予約受け付けておりますので、ぜひそちらからもご予約のほどお願いいたします。はい、続きまして、3月の19日火曜日ですね、こちらお笑いオーパー、こちらもシャープ8がございます。こちらも坪屋演劇場かさねさんで行われます。これサブタイトルがね毎回あるんですけど、うん、サトウキビからボーントゥービーオーパー、そうなんちゅうこっちゃってこれ知念田慎一郎さんだったと思うんだけど、みんなでなんかフライヤー見てた時に、これボーントゥービーオーパーってどういう意味って、そうオーパーとして生まれるべきして生まれてきたっていう意味になっちゃうから、うん、オーパーにかけるんじゃなくて、うん、ボーントゥビーサトウキビだと、うんうん、サトウキビ、ね、みたいなんだけどもうだからこれ自体がもうジョークになってるっていう、ね、そうそうそうなんですよ毎回サブタイトルが面白いっていう、はい、最高です、最高なんです。こちらがですね、出演者の方がですね、オーパの O オリオンリーグさん、オーパの P プロパンセブンさん、オーパの A アキラ本店となっております。前売り予約の方が1500円、学生は1000円となっておりまして、当日はこちらにプラス500円となりますので、前売り予約の方をねぜひねおすすめしたいなと思っております。はい、続いて3月23日土曜日、こちらも坪屋演劇場かさねで行われます新ネタチソネがございます。こちらがですね、あの毎月1回ございまして、あの中チソネ、中地とプリユシュンというフリーの芸人さんですね、こちらのユニットが中地曽根というんですが、中地曽根がゲストと仲良くなりたいために行われるライブとなっております。今回のゲストはオードブル、きんぴらごぼう、そして吉本沖縄さんより丸キヨビルさんが出演いたします。時間帯の方は会場が7時、開演が7時半となっております。夜ですね、朝じゃないよ。はい、前売り券が700円、当日が1000円となっております。安い、はい、ね、びっくりした。というわけで、はい、そうなんですよ。っていうか仲良くなろうってオードブルさんときんぴらごぼうさんは通過の仲なんじゃないかと思うんだけどね。いや私もちょっと思った。だから、ね、すごいかなりわっちゃわちゃして楽しそうなそう、ね、本当に本当に、はい、いいねいいねいいですね。でまた、はい、こちら4月6日、4月のことも言っちゃうよ。4月の6日土曜日、第2回オードブル単独ライブ全力、こちらが坪屋演劇場重ねて行われます。こちらはですね、あのなんとチケットが完売したとかなんとかっていう噂を聞いておりますので、ぜひあのオードブルーさんのね、もこもこもとしさん、松田健吾さんの SNS の方であの情報詳細を追っかけていただけますと幸いです。はい、今回以上となります。読み切っためっちゃこのキャラも好き。ありがとうございます。結構なんかつぼった。あ、本当に？いいかな。めっちゃいい。なんかすごいなんか洗礼とされたなんか女性みたいな感じだった。だった。うん、あざっす。ございますっていうところとかかな多分。あ、言葉尻がなんかとても綺麗。やっぱりいいかってなった。カチカチ、はい、もうね、やっぱ紹介するからにはね、なんだっすよとかって言えないんだよね。そう。はい、ケイシーさん、私も若手と仲良くなりたいですということで、お、
これはぜひね、ちょっとあの言うときます、中千曽さんに、はい、ぜひね、はい、もう本当ケイシーさん素晴らしい方だからね、いろんな場に、ね、出ていただきたいなとも思いますしね、うんうんうん、はい、タンパンマンさんから今日も分かりやすかった、さすがっすということでね、グッドマークをもらっております、ありがとう、はい、こんな感じになりまして、そのままエンディングとなります、はい、エンディングとなります、はい、いかがでしたか、トリーシャさん、改めてトリーシャさんつってなんだね、確かにね、もうトリーシャっていう、ね、そうそうそう、状態で、いや、じゃないとシャシャンになっちゃうからシャシャン難しいからってね、トリーシャシャン改めてこうリーカは実は私あの、まあ、リーカにも言ってるんですけれども、この FA 所属になる前から、うん、あの何かのフリーペーパーかなんかカフェのなんか特集みたいななんかで記事を見たりとかして、うん、なんかすごいなんか素敵な方だってなんか一方的に感じてて、うん、でそれで自分が FEC 所属するかもってなった時にもうすでに所属されてて、うん、やば同じこれワンちゃん会えるみたいになってそんな、でもうすごい感動的だったのが実際にねお会いできた時に逆に名前を言っていただいて、うん、でもうめっちゃ感動して、すごいリーカはクリエイティブでね素晴らしいんだけど、改めてこの現場でミキサー卓いじりながら話しながらも進行もチェックしながらタイムキープもしながら、さらにはカメラ目線でちゃんと大事なところティンっていう素敵な笑顔で、もうね素晴らしいです、もう FEC 誇りです、リーカあなたは素晴らしい、ありがとう、ね、ぜひオンエアだけの方でね、ちょっとアームツイキャス覗いたことないって方ぜひ見てほしい、うん、本当私もうカメラがあるっていうことも忘れてますからね、ちょっとタモさんみたいになってるんですけれども私あのガン虫でございまして、いまだにちょっと最近、いやいや、いいんだよ、最後の最後でやっと分かったかなみたいなあ、そうだったカメラがね、But anyways 本当にすごい誇りに思います、うん、FEC でやっぱり良かったって思えるよ、本当にリーカありがとう、ありがとう、 I'm so proud of you 私もだよ、 I love you、 スタンパンマンさんがねめっちゃ褒められてるって書かれてて、だめっちゃねあの赤面はしないけど心の中真っ赤っかなんですよ、なあ褒めると言ったら褒めるっていう部類に入るのかもしれないけどThis is the truth、 真実、ただそれを言ってるだけ、ストレートにね、会話これでいいと思う Let's make it simple 私語彙力ないからさ、何かってなったらあーとかうーとか変な声しか出さないわけよ素晴らしいと思います、もう SE サウンドエフェクトいらないじゃん、もういらないから入れ音入れなくてももうオリジナルでいけるもん、私はもうもうガハ笑いだけもうそれでいいんだよありがとう、ね、ありがとうございますあ、そう、ケイシーさんがうちのラジオにもゲストよろうとお二人と思って、あざっす、ありがとうございます、逆にこちらにも来てください、ケイシーさん今度お声掛けさせてくださいね、わー、はい、ね、ナイス、はい、というわけでお届けいたしましたのは FEC 所属タレント2名、はじちりかとトリーシャでした、ありがとう、 Thank you、 また来週よろしくお願いします、 Love you FEC